てゆけるのさ。悩みがあるから人を思いやれる。皆さんこんばんは。今日のニュースをお伝えします。今月我らの亀ちゃんこと亀岡俊之さんがボーディングストックデビューをしました。皆さんボーディングストックって知っていますか？最近はオーディオストックのコマーシャルが流れたりしてとっても広がりを見せています。そのオーディオストックで夏頃から亀ちゃんは皆さんに内緒でこそ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 とボーディングストックに励んでおりました。まずは100の楽曲を厳選なる審査に通過させて、ボーディングストックの名のごとくストックをしてから発表しようと内緒にしていたようです。今月はストックが100曲を超えていよいよご紹介するというような、そんな機会が訪れたようです。ボーディングストックは国内最大級の音楽や BGM の配信サイトです。動画作った時にちょっと BGM が欲しいな、そんな時に利用してもらうためのサイトです。コロナ禍の音楽ということを考えると、なかなかカメちゃんの音楽を聴ける機会も少なくなっています。お休み前の BGM なんかにこそっと聴いていただくような、そんなシーンで当面は利用できるかなと考えられます。こんな音楽も作ってるんだよというような PR にもさせていただきたいと本人は言っております。それでは亀ちゃんの音楽を聴いていただきましょう。活動してきました亀岡俊之、これからも応援よろしくお願いしますというコメントがありました。ぜひとも今後の亀ちゃんに期待しましょう。我々村長スタジオの一同も亀ちゃんを応援していきます。ニュースフラッシュでした。